エンジョイニブシリーズ第2弾というわけで、今回はツイスビーさんから発売されている最上級モデル、同軸の多面体カットが特徴のこちら、ツイスビーダイヤモンド580カリグラフィーニブのご紹介です。こちらが本体スペック。長時間筆記をしても疲れない最高のフォルムをローコストでを目標に開発されたツイスビーのフラッグシップモデルです。私が購入したのは AL シリーズという、グリップ部とピストン軸に丁寧に仕上げられたアルミニウムが採用されたモデル。透明感に加えてメタリックな美しさが上質さを実感させてくれます。金属はやっぱりいいですね。いい。キャップはシンプルながらもややふっくらとしたロケットのような形状。インナーキャップは曇ったグレー色です。ここがちょっと残念かな。天冠はアルミの装飾にロゴマーク、なんかあれっぽいですよね。バイオハウス。クリップは丸みを帯びた綺麗な流線形。一見シンプルですが結構特徴的と言えます。キャップリングも太く、そして美しいアルミ製です。印刷された文字はちょっとハゲちゃいそうで怖いかな。ダイヤモンドの名前の由来となっている多面体カットの同軸、ひし形が折り重なるようになってるって感じなんですかね。インクのある部分は表面のみなんですが、透明な箇所は対面側の模様とさらに乱反射して、なんかすごいことになります。この加工は素晴らしいですね。透明軸の真骨頂といったところ。主軸にもアルミ素材を採用。溝が掘ってあるのでグリップ性は十分確保されています。こちらがカリグラフィーの2部、 1.1 と書いてあるので幅が 1.1mm ということでしょうね。ステンレス製ではありますが書き心地は素晴らしいです。ツイスビーといえばこの低価格でありながらピストン吸入機構、容量はなんと 2mm、平均的なコンバーターの4倍以上は入ると見ていいでしょう。そしてこういう吸入式では推奨されない分解と洗浄がツイスビーのエコやダイヤモンドでは行うことができます。箱の裏に分解キットが付いてきますので今度やってみようと思います。以前ツイスビーさんは試し書きをしたことがあるんですが、やはり素晴らしい書き心地ですね。滑らかだしインクスキップもない、非常に安定した書き心地です。ただカリグラフィー難しい。とにかく筆記角度に厳しいですね。平べったい面が紙にきちんと触れるように書かないといけないので、なかなかに慣れが必要です。キャップポストなしはこんな感じ。重心はやや上の方かな。人差し指の付け根あたりに来ると思います。確かにバランスがいいというか、あまり重心がどことか気にならないですね、書いていて。キャップポストは一応できますが、ものすごく長くなります。傷がつく可能性もありますし、非推奨ですね。というわけで、ツイスビーダイヤモンドカリグラフィーのご紹介でした。透明軸のペンの中でも本当に指折りの非常に完成度の高いいいペンですね。ただ透明なだけだと外観が寂しいし、ちょっと安っぽく感じてしまうこともあると思うんですけど、ダイヤモンドは使っていて飽きない透明部分とそうじゃない部分のバランスがうまく取れた素晴らしい一品だと思います。カリグラフィー自体も非常に素晴らしいんですけど、やっぱりとっさのメモとかには向いてないですね。インクの使用量がそれなりに多いので、ちょっとゆっくりめに書いてあげないとかすれたりスキップしたりしちゃうかな。書くこと自体を目的に据えた2部って感じです。あと私事ではありますが、登録者がついに1000人を超えておりました。ありがとうございます。通っていた小学校や中学校の全校生徒より多いですね。今後も週1本、気が向いた時に週2本動画を上げてまいりますので、よろしければチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。それではまたお会いできれば幸いでございます。さようなら。